はい、どうも、のりまるです。今、時刻は22時14分ですね。2018年5月の23日、水曜日です。今朝方、大きく下落していったドル円のチャートなんですけども、さあ、この後どうなるんでしょうかね、ってことですよね。まあ、トレンドラインがこう、割ってきて、まあ、大きく割り込んできて。例えばね、FOMC 等で、今、上昇をしたとしても、この位置からね、非常に売られやすいチャートにはなってるっていうところです。あと、この110円を回復してくるかどうかってところもポイントかもしれないですね。今、冷やしで、今これでサポートされるのかどうなのかってところがね、今かなり今後の展開にね、大きく影響してくるんじゃないかなというふうには思います。はい。そのところで、まあ、今朝も、今日も、エントリーの考察というところを送っていただいたので、まあ、実際のチャートを見ながらね、あれこれとお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。失敗エントリーじゃないですよね。まあ、うまくいったトレードだと思うんですけども、はい、朝方ですよね。10時からの下落を見て、最近天井圏から売りが入ったと見て、また高値に戻ってくるのか、要するに、110.5円付近で高値に戻ろうとするが反発されていて、売りの力がまだ強いと判断したと。で、下がり始めて、210.43円でエントリー。ここですね。ちょっとね、ドーンといったところで、まあ、横の動き、レンジを作ってからの、まあ、戻り売りですよね。レジスタンスからの売り、まあ、かなりいいポイントだと思います。はい。で、逆差し値、110.554に設定したと。直近高値ですね、おそらくね。直近高値。110.055で差し値決済をしましたと。110円はね、まあ、目標値としてもいいですし、まあ、これを超えてくるとなると、まあ、今ね、チャートを見ても分かる通り、加速度的にね、ズドンといってしまう可能性は強そうなので、目標値もすごくいいですよね。ただまあ、欲を言うなら、110円っていうとかなり意識されてますけれども、安全に比べば少し手前に置くのが、より安全な場面かなと。ただね、この勢いを見ると、今感じてこんな感じで、ね、オーバーシュートというか、ズドーンと突き抜けてますけども、こういった動きが頭の中でイメージできているとすると、まあ、110円、もしくはね、110円の下にその辺に置くのも、まあ、成り行きで見ていくのもいいのかなと。ただ、差し値、逆差し値を入れて、まあ、チャートを見ないと、まあ、そういった流れでね、エントリーをする上では、少し手前に置いておくのが、まあ、セオリーとしては、より良いとは思います。はい。110.05円に差し決済しました。考え方としては正しいのか、エントリーポイントを早すぎないか、差し値が逆差し値が良かったのか、評価していただきたいですというところですけども、実際にはね、この形を見て、まあ、あなたがね、まあ、判断したものが、まあ、全てというか、まあ、そこに自分の中で一貫性を持つというところが一番大切なところで、もちろんそこにはね、まあ、ある程度ルール、例えば、こういった方法があるとか、ああいった方法があるとか、まあ、それを試した上での、エントリーというところならば、まあ、それが合ってる、間違ってるということは言えると思うんですけども、ただね、一応自分の情報発信を見ていただいてると思うので、まあ、それを元にしてね、あれこれとお伝えしていこうかなというふうに思います。はい。で、まあ、エントリーポイントが早かったかどうなのかというところですけども、まあ、この場所ですよね。ここですよね。で、ここを、拡大してみると、こんな感じになってます。ここですよね。ちょうどこの位置です。で、この位置っていうのは、まあ、どこなのかっていうと、チャートをこう見てみるとね、この押し休めを抜けてったところなんですよね。で、ここを抜けてくると、このチャート、どうなるのかっていうと、もう次の目標は、110.25とかね。110.15とか。この先、まあ、110円切り板ですよね。そういったところまで、このレンジ、まあ、以前作ったこのレンジの中に入ってきそうだっていう、まあ、そういったのが、まあ、想定できる場面で。まあ、加えて言うと、これが一次監視ですよね。一次監視で天井圏の持ち合いを抜けてきたと。で、窓を埋めに行った動きから、この陰線、ズドーンとね、一瞬でこれ抜けてきたっていうところですよね。もちろんチャートはね、一方向にずんずん進んでいくことは極めて稀なので、まあ、戻しを作ったり、横の動きをしたりっていうのは、
まあ、常なのでね、その行った先、抜けた先で、タイミングを見つけていくっていうのが一番良い方法というところで、これ、見てる時間足にももちろんよるんですけども、まあ、重要ラインを突破していったと。そういったところを見てから、はい、ここですよね。まあ、ここで、まあ、エントリーした。おそらくこの辺りだと思うんですけども、まあ、すごくいい場面だと思います。で結局のところ、ここで、まあ、横の動きをして、レンジを作って、まあ、こういう高値があって、こういう安値があって、ここのレンジを抜けていった、ところ。うん、もちろんね、こういうところでエントリーするのはいいと思うんですけども、すでにね、この場面っていうのは、このレンジを抜けていっている状況なので、まあ、下へ行く可能性は高そうだなと思いますね。まあ少し安全に行くなら、こういった流れで、まあレンジを一回試しに、110.63 付近まで、まあ、上昇してくる可能性も、まあもちろんゼロではない。なので、まあここで、うん、例えばね、この場面で、100% 勝たなきゃいけない。今のこの1回の勝負を勝たなきゃいけないっていう勝負をしてるわけではないわけじゃないですか。で、こういった場面でエントリーするとすると、例えばこのレンジを超えない。下抜けてきて、この、サポートを割り込んできて、でそこでこう横の動きをしてきて、レンジを作ってきたと。安値と高値が決まれば、まあ、レンジの状況が続いていくので、それを確認した後の、例えば陰性が出た次とか。そういうところでエントリーするのは、ま、すごくいいんですよね。まあ、理由としては、レジスタンスからの売り、まあ、近ければ近いほど、損切りも小さくなるので、まあ、すごくいい方法だと思います。ただ、例えばこれがね、このまま上昇して、このサポートを、レジスタンスを一時的に上抜ける可能性は、もちろんゼロではないんですよね。こういうところから、ま、上昇していって、まあ、こうなる可能性ももちろんゼロではない。例えばこういうところから、ずんと下がっていったっていう。可能性ももちろん否定できないわけで。これが例えば60.8%とかね、戻りとか。で今回の場合は、ここを超えなかったっていうところで、いいトレードになりましたねってことですよね。ただこれが、今のこの動きを見ると、窓を埋めて、強く売られていたと。こっからまあ上昇してきたとしても、やはりこれは、売られやすい流れにはなっている。戻りを狙っていきたい。高値いっぱいからもう一回売っていく。まあ、仮に損切りとしてますね。ここで、上昇していってしまって、で、このレジスタンス付近で天井圏の形を作って、まあ、例えばですけど、こういうとこからまあ売っていくと。まあ、これもそうならなかったんで、プランとしては、まあ、成立しないというか、もう今、現状、ない形ではあるんですけども、こういう形になっていった可能性ももちろんあるというところですね。で、加えて言うと、この切り下げ、こういった切り下げラインにちょうど当たりそうな位置だったりね。ちょっと引き直してみます。まあ、こんな感じ。例えばね、こういったところで、この切り下げに当たって、売られていくとか。展開によっては、そういうところも、可能性としてはあったかなと。夕方、例えば5時とかね、夕方の時刻までこういうところでもみ合いをして、その後に売られているとか。そういった可能性も、もう全然あったわけですよね。ただまあそこで、こういう動きを想定して、直近の安値のすぐ上に、高値のすぐ上に損切りを置いて、でそこからレンジの中で、まあ、下に抜けていくイメージ。もちろんね、今は強く売られてきたので、最終的に下に行く可能性が高いと。で、そこを見越して、売っていったってところなので、の形としてもすごくいいですし。ここを抜けていったらね、次の目指す時はもう110円ですよね。うん。なので、形も、まあ、値幅も、まあ、損切りも小さいですし、まあ、すごくいいと思うんですけど、じゃあここでそうならなかった時に何を考えようかなっていうの方が、まあ、大切なんじゃないかなというふうには思います。例えばこれが損切られたとき、ここでまあ上昇していって、この、レジスタンスを上抜けてきて、100、値段で言うと 110.6 円とか上抜けてきて、こうなったときに、じゃあどうするのかなってことですね。
じゃあ、ここを割らなく、割らない、割っていった。どういうふうに見るのか。土の方がおそらく重要で。まあ、自分としてはまあこういう形、今ね、窓埋めも終わったと。で、この押し合わせでも、まあ、実体レベルでこう抜けてきたと。まあ、そういったところを見ると、やはりね、戻ってきたところを売る。例えばこの移動平均線に当たったりとかね。まあ、そういったところで売るって戦略を持っていくと思うので、仮に必要になったとしても、もう一回ね、こういうとこから売っていけるようなプランを持っていくと、例えばここでマイナス損切り、マルチプスとか。損切り幅は書いてる。逆差し目。43。まあそう、12ピプスぐらいですかね。12ピプスぐらい。損切り12ピプスぐらい。で、払ったとしても、もう一回ね、こういうところから、再度天井の形を見て、でも同じようなマイナス12ピプスぐらい。で、両方負けたらマイナス25ピプスぐらい。で、その先、ここから、110円、もう割り込んでるんでね。で、そこを目指していったりすると、まあ、プラス、60ピプスぐらいですよね。これも十分魅力的なエントリーじゃないですか。あくまでこう、トータルの、戦略を持っていくと、より良い、現状にはなるんじゃないのかというふうに思います。なので、例えばここでね、やられました。あ、負けました。ダメでした。みたいなところで終わらせると、きっと良くないのかなと。で、その先に、まあ、一つの場所ね、二つ三つぐらいのプランを持って、まだ売れるよ、まだ売れるよ、まだ売れるよ、みたいなね。もちろんね、闇雲に、一方向だけを見ていくと、まあ、危険な状況ではあるんですけれども、今、このチャートの形を見ると、こういう天井圏から下に離れた。この強い陰線が、やっぱりそこ相当、意思表示としては強そうですよね。10時ですね。で、結果的にこの戻し、まあ、3区の持ち合いが弱かった。まあ、下髭付けでも抑えてる、下髭付けでも抑えてるような動きですけども、まあ、戻りが弱かったと。まあ、そんな流れではあるわけですけども、ここがまあ強い戻しになったとしても、その先はね、まあ、戻りの形を疑って 見ていけるような場面があれば、あ、そこから打っていくような流れっていうのをまあ想定しておけば、なんでしょうね、申し分ないというか、なかなかうまいというか、そんな形にはなるんじゃないのかなというふうには思います。はい、それと、直近の安値、とは、画像の陰線のラインで良かったでしょうか。直近の安値。陰線のライン、画像の陰線のライン。これですかね、ちょっと。すみません。ちょっとこれ、画像の、画像と判断ができないんですけれども、この画面を見て、例えばこのフラッグがついている位置から見て、直近の安値っていうのは、まあ、ここですよね。で、直近高値を見ると、今どこを見るのかってなかなか難しいですけど、まあ、ここにするのか、ここにするのか、ここにするのかっていうのは、まあ、乗用車を見て判断するのがいいですよね。まあ、それかもしくはエントリーした足を見て判断するのがいいと思います。例えば、ここで言えば、この高値から見た時の直近安値、まあ、ここにしてもいいですし、まあ、ここでもいいですよね。で、ここのその窓を開けていった値動きっていうのは、実際にその扱いが、まあ、なんだろう、これが正解っていうところもなかなか難しくて、ここをつながってる上昇と見て、ここを締めとするのももちろん正解ですし、ここがね、まあ、サポートとして、機能をして、ここを押し安値とするっていうのももちろん正解ですし、まあ、扱いによってね、まあ、臨機応変に変えていくのがいいのかなというふうに思います。で、もちろんですけど、ここを下抜けると、
次の安値っていうのは、まあ、ここになってくるので、目標値としては、その110円近辺。っていうのも、まあ、適正ですよね。うん、で、まあ、例えば、山が近かったりとか、こういった位置から見ても、安値っていうのは、こういう、まあ、近い位置に、まあ、大した値幅がないというところにあるわけですけども、相場の勢いによってね、まあ、こんなところ見なくても、もう直近安値、一番安い位置に、まあ、照準を合わせておけば、良いっていうこともありますし。水平線の概念とかと同じで、どこに引かなきゃいけないとかね、どこの値段を見なきゃいけないとか、まあ、そういったものではなくて、今現状で、まあ、どこが意識されてるのかなと。ここを超えていったらどうなるのかなと。今で言ったら、この 110.6 円ですよね、ここ。ここを抜けていったから、このチャートはここを目指していった。これがまあ髭の先なのか実体レベルなのか、まあ、その時によってもちろん違うと思いますし、まあ、自分の場合は、この部分に関しては、110.6 円というところにね、ラインを引いていたので、ここを抜けていくかどうかというところに注目していたというところですね。で、これもちろんここの実体レベルでも、もちろん間違っているわけでもないですし、ここ直近ですね、まあ、目標も近いですよね。どちらを見るかっていうのは、その時の場合によって、分けていくのがいいのかなと。値段で言うとね、ここの急上昇を作った押し安値の一番安い位置っていうのが 110.6 円ですよね。なので、まあ、ここを抜けていったっていうところで、この画面、今ね、ドル円のこれ60円、1時間足ですけども、でこのチャートは、ズドンと下落していって、この110円を目指していったっていう流れになっていると。今、この V 字回復していますね。この時刻は22時31分です。この後、その FOMC、アメリカの重要指標が控えてて、まあ、アメリカの中央銀行ですよね。うん。で、そこに向けて、まあ、みんなが注目している、場面っていうのがあるわけです。まあ、そこに向けてね、今大きく上昇していっている状況なのかなと。まあ、ただ、まあ、この流れ、今の流れを見ると、ここから今、現状で、ずん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 回復してきて、例えば天井圏で暗いですよね、110.6 円。うん、今言うと、まあ、今はもう抜けてったんで、ここというよりもここですよね、110.6 円。まあ、ここを回復してくるのは、今の流れからすると、まあ、かなり厳しいのかなと。で、上がってたとしても、まあ、ここまでちょっと上がるとは思えないんですけども、今の流れからすると、この切り上げラインですね、日足の切り上げライン。というところに当たって、まあ、下がってくる流れというのが、まあ、一番想定しやすいというところですけども、まあ、週末ね、まだまだ、今日は水曜日で、木曜日、金曜日と、大きく値動きがする可能性ありますし、今この110円でサポートされてるんですよね。今現状。まあ、ただこれが夜中になってくるとどうなるかわからないと。4時間足レベルで言うと、110円は抜けてきてると。自分はね、一応その4時間の流れを見ていこうというところを主軸に、まあ、お伝えしている部分があって、それを見ると、4時間で、まあ、はっきりとこう流れは変わってきてるんでね。うん、例えば、今の最安値で 109.557 っていうところから、今の下落を作ったきっかけの、まあ、陰線に当ててみると、まあ、上昇してたとしても、110.5 円とか、まあ、そういった位置からは、うん、なりやすい展開にはなるかなと。これから週末に向けてね、まあ、かなり強く売られやすい流れにはなりやすい、そういったチャートにはなってるのかなというふうには思います。それで、まあ、戻ってきたら売る戦略を持ってますし、それはね、この部分と同じですよね。重要ラインを割っていったので、戻ってきたら売ると。で、そういう値動きで、まあ、さっきと同じですけども、まあ、二つ三つ。まあ、ここで切られたら、まあ、次どうしようかな。ここで切られたら次どうしようかな。まあ、そんなプランを持ってね、まあ、ダメだったとしても、まあ、今のそのプランが崩れる場面はどこなのかな。そのプランが崩れるまでは、まだまだいけそうだな。もちろん焦る必要は全くないんですけども、そういった考えを持って、見ていくと、より良いエントリーには繋がるんじゃないかな、というふうには思います。いつも言ってますけどね、
プラスのエントリーっていうのは、あ、それはもうプラスになったっていう事実なので、まあ、結果どうあれいいですよね。間違ったでも、運が良かったでも、何でも、プラスのものっていうのはいいと思います。ただそういう部分じゃなくて、負けていった時ですよね。それが、まあ、防げた負けなのか、まあ、形としてあまり良くない負けだったのか、あとなんだろうな。もうそもそも、無茶なエントリーをして、叩くのは負けなのか。順張り、自分が順張りをしていたつもりなのに、逆張りになってしまったがための負けなのか。まあ、そういったものをね、いろいろ加味して、その、シナリオっていうのを立っていくと、今ね、ここのレンジ上限側の戻り売り効果ですね。もう一つ売られやすい場面かなというふうに思います。24時の準備になっているとね、ニューヨークタイムが始まる時刻で、またね、新しい動きがしなってくると思うんですけども、こういった位置は、一つ注目ですよね。うん。なんだっけ、あれこれ喋ると、喋ってることを忘れちゃうんですけども、そうですね、プランっていうのを、まあ、いくつも考えていて、その中で、今の進むべき方向に、まあ、どういったことが考えられるのかで、そのプランが崩れるところはどこなのかと。そのプランが崩れるのであれば、あそこで、まあ、トータルで払った損切りよりも、まあ、利幅が取れるのであれば、まあ、1回、2回開いたぐらいでもね、またもう1回エントリーする。トータルで例えば3勝1敗でも、狙う利幅が大きければ、それプラスのエントリーなんですよね。ここで、その、一発必中、マイナス10ピプスを払って、プラス50ピプスが取ると。まあ、それももちろん、いいわけですけども、まあ、一回に当てる必要は別にないわけで。そこでトータルで、まあ、どうなったら、まあ、プラスが残るな。もちろんね、一回、損切られたら、気持ちをリセットして、もうここは見ないっていうのでも別にいいと思うんですけども、チャンスがあればね、まだまだ下がっていきそうなチャートですし、まあ、一回損切られたぐらいで、他のプランにするっていうことでもないですし、でそのマイナスから得られるプラスっていうのも、まあ、たくさんありますよ。でこれはまあ常に日頃お伝えしていることですけれども、まあ、プラスのこうエントリーよりも、マイナスのエントリーから得られる情報の方が圧倒的に多いので、まあ、そこの事実だけ、まあ、しっかりとね、認識をして、そのエントリーシートを書いていくと。まあ、自分の中で日記をつけていくと。で、それを振り返っていくことが、まあ、自分のトレードをね、必ずいいものに、より良いものにしてくれるっていうところだけね、しっかりと認識して、今後もトレードしていくと、なかなかいい結果につながるんじゃないのかというふうに思います。で最後は余談ですけども、今、2018年5月の23日、日経平均株価、ダウ平均株価、かなり大きく下落してるんですよね。で、これ、まあ、111.3495 というところに到達したチャートですけれども、かなりの勢いで今ズドーンと下落してきちゃった。何かが起こってもおかしくないような売りではあるので、まあ、この先ね、まあどうこうするっていう、まあ、予測もできないですし、まあわからないですけども、まあひとまずは、まあ、時間レベルのね、トレンド転換というところを見て、戻り売り、どう狙っていって、まあ、この先何が起こってもいいようにね、まあ、自分は、今年、もしくはまあ近いうちに、まあ、株の大暴落、リーマンショックのね、大きい暴落が起きると思ってますし、まあそれをまあ見越した、まあ、上がってきたら売るっていう戦略を常に持ってますし、もちろんその、まあ、買う場面もあって、まあ、買っていくときにはそのリスクを常に考えていますし、まあ、今はね、本当何が起こってもおかしくない、世の中で、みんなが安心しきった頃、もう株これ上がるしかないよ。それで、もうぐんぐんぐん上昇してって、もうオリンピックの頃には120円だ、130円だ。もう円安進行で日本経済万々歳だ。そういうニュースが流れれば流れるほど危険だぞというところですね。常に反対側のポジションの、まあ、動向だけは注意して、何が起こってもいいように、まあ、チャートを見ていきたいなというふうには思っています。はい、それではね、今回は、エントリーを送っていただいたので、
そこに対してね、あれこれとお伝えしてきました。何かご自身のね、エントリーの参考になれば幸いです。それではまた更新します。今日の話は以上です。今日も最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。